キリロスルカリスは、当時のベネツィア共和国クレタ島に生まれた、聖教会のコンスタンディヌーポリ総主教であり、神学者である。キリルルカリスとも転写される。1602年にアレクサンドリア総主教に着座し、1621年にコンスタンディヌーポリ総主教に着座した。2009年10月6日、アレクサンドリア総主教長の聖、のとは、 キリロスルカリスの劣勢を決定した。新品致命者として記憶されている。彼は青年時代に西欧に向かい、ベネツィア、パドバ、そしてジュネーブで進学教育を受けたが、その時期に宗教改革者ジャンカルバンの改革派進行の影響を受けた。1453年の東ローマ、帝国滅亡以降、 聖教会の伝統的進学を教える機関の設立はオスマン帝国によって許されてはおらず、ベネツィア領も含め当時の当治中海世界で進学を志す者は聖王に学ぶ場を求めるしかなかった。この時代にそうした聖王に学んだ人々により、聖教会は聖王化したとされ、伝統の復興を肯定的に評価する人々からは、基本的にこの時代の傾向は、 批判的に捉えられている。多かれ少なかれ、当代の正教会の神学者の多くは、カトリック教会かプロテスタントの影響を強く受けており、キリロスルカリスは、後者からの影響を強く受けた人間の代表例とされる。若き日に影響をこむった改革派の影響と合わせ、ウクライナにおける1596年のブレスト合同での経験もキリロスルカリスの 性格形成に影響を及ぼした。ブレスト合同では、アレクサンドリア総主教代理であった若きキリロスルカリスを含めたコンスタンディヌーポリ教会の代表者たちと東西教会の合同に反対した現地人聖教徒たちが合同賛成派によって議場である制度から完全に締め出されるという強引な手法を経て、ウクライナ東方カトリック教会が成立した。 この時のカトリック教会とポーランド王のやり方を目の当たりにしたキリロスルカリスは強烈な反動マカトリック感情を抱くこととなる。以上のような経緯からキリロスルカリスの反動マカトリック姿勢は修正、崩れることはなく彼のカルバン主義をはじめとするプロテスタントへの傾斜は際立つこととなった。当時、オスマン帝国の支配領域において ローマカトリック教会とその学校は建てられていたが、聖教会の信仰とギリシア語の神学校が不足していた。そこで、聖教会の新品の養成のために、新学生を海外の教育機関に留学させることになった。その際、聖教会の信仰に近いと彼が考えていたカルバン主義に注目し、若いギリシャ系の学生たちを宗教改革の学問機関がある。 スイス、オランダ、イングランドに留学させた。1629年にはカルバン主義の教義に近いとされる信仰告白が出版された。またキリロス総主教はイングランド国教会のカンタベリー大主教とも文通をしていた。コンスタンディヌーポリ総大主教の文章勢力的にカトリシズムに抵抗したキリロスルカリス総主教は イエズス海士の暴略と残言によって何度も追放される浮き目にあったが、その都度創始教座に復帰した。しかしついに、スルタン村と四世は、コサック放棄に関わった容疑で、1638年6月に彼を殺害した。遺体は、ボスフォーラス海峡に投げ込まれたが、友人によって首都から離れた場所に埋葬された。現代においてもキリロスルカリスについては、 カルバン主義の影響の度合いがどれほどのものであったかという問題とそのことについての是非をめぐり、正教会において議論の的となっているが、2009年10月6日、アレクサンドリア総主教調の聖、の戸はキリロスルカリスの劣勢を決定した。新品致命者として記憶されている。ありがとうございます。